はい、どうもハピグルメ案内人の淳です。今回は山形県山形市清澄町にあります麺屋アルカゼさんにお邪魔したいと思います。春風さんはですね、僕がずっとこのハピグルメで紹介したいなと思ってたお店でして、すごく大好きなんで、やっともう皆さんにご紹介できるなってことでとっても嬉しいですし、これから食べれるのを楽しみにしてます。そして、ハピグルメでは、山形グルメをどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。早速行ってみましょう。はい、食べてきました。マジでめちゃくちゃうまかった。ね、うまみがね、ギュッとなって、なんだろう、うまみの塊っていうか、ちょっと味は濃いめなんですけど、全然そんなことを感じさせない、うまみのおかげで。で、車がとってもうるさい。そして別皿で頼んだ鶏チャーシュー、あれもね、すっごいしっとりもちもちで、味はついてないんですよ、ほとんど。塩気がちょっとあるぐらいで、だけどものすごく美味しいんで、頼んでよかったなと思いました。皆さんにもですね、本当ぜひぜひ食べてもらいたいなというお店、紹介できてよかったなと思います。美味しそうと思ってもらえたら嬉しいです。今回もごちそうさまでした。